皆さんこんにちは、みどりです。今日も孤島開拓クラフトをやっていきます。前回は冒険に行って村を発見したり、あとはこちらの道の整備をしていきました。で、今回はこの道の先にこれからこの島で生活していくための大きなお家を建築していきたいと思います。それでは早速行ってみよう。まずは建築を始める前にこちらのダイヤモンドを使ってエンチャント台と、あとは作れる道具、ツルハシ以外の道具を作っていきたいと思います。エンチャント台を作るのに黒曜石がいるから、よし、ここら辺からお水を、よし、初ゲット、アイスバケツチャレンジ達成。この調子で集めていきましょう。そしたらエンチャントテーブル作ります。そして残ったダイヤで斧と、あとシャベルも作れるね。あ、よかった。これでよく使うツール3種類全部今回からダイヤモンドでやっていけますね。そしたらさ、ちょっとエンチャントするのに経験値ちょっと集めたいから、このプラマイで余った丸石いっぱい焼いといたので、これを持ってこの間の見つけた村にちょっと行ってみようかな。お、よし、じゃあ早速攻撃してもらいましょう。で、まずはちょっとレンガがね、エメラルド見つけてきたやつでレンガ交換できるだけして、これで取引が更新、あ、された、よかった。これで石を交換できるようになりました。で、こっちのうちの石草にも交換してもらいたいけど、そっか、このエメラルドを使って OK、 まず新米さんのレベルを上げる。よしよし、これでこっちも焼き石交換できるようになったね。あー、めっちゃありがたい。そしたらさ、この村の村人さんたちね、こんなにね、いっぱい取引してくれてありがたいから、ちょっとさ、柵作って守ってあげようね。そう思って一応いろいろね、木材持ってきておきました。よし、これで村全部囲えたから、村人さんたちね、安心して暮らしてもらえるはず。そして経験値も27まで増えました。エメラルドもね、58個ゲットしたから、これを持って拠点の方に一旦戻っていきましょう。で、今なぜか雲の糸をゲットした、なんでだろう。そしたら足場を作っていきます。よし、36個。そしたらさ、そんなにね、まだ本がないから強いエンチャントつけれないんだけど、せっかくならね、キラキラした、おお、進捗エンチャントの使い手を達成。せっかくならほら、キラキラした道具で戦いたいので、戦いたいじゃない建築したいので、全部効率一応ちょっとつけとこうかな。すごい音がするね。 OK、 こんな感じで建築やっていきましょう。ではまずはこの範囲ですね、だいたい高さ2マスぐらいで、まずちょっと土台を作っていこう。ちょっと高さがある感じにしていきたい。で、中は多分ここが床の高さになるから、本当は木材を張った方がいいんだろうけど、ちょっとなんか建物を作ってからじゃないとね、床の範囲とか分かりづらいので、一旦丸石で塞いでおきます。お、めっちゃ早い、やっぱり。あー、建築しやすくなるな。
そしたら燻製器を作って柱を立てていきます。でここの階段上がって一マス目はポーチみたいな感じにするから二マス目のここだな。で間を3マス開けてここに置きます。うわ最悪だ。あれいた。ていダメだ。あ危ない、行き倒せた。そして進捗自主的な亡命を達成しました。なんか単独だったから倒せたけど危なかったね。あーびっくりした。ちょっと牛乳を飲んで。オッケー、ありがとねウシちゃん。そしてここの玄関のところの柱は高さ2マスぐらいにします。そしたらさらにこの外側ですね、間 1,2,3,4,5 マス開けて置いて、こっち側も間5マス開けて燻製器を置いて、でその上に今度は柱を全部で高さ5マスぐらいになるように設置していきます。あ、そしてクロス棒をもらってる。ちょっと今度使ってみようね。そして不吉な旗ももらっていました。で続いて壁を白樺で入れていきます。壁が入りました。こっちの出入り口の方の面は高さ4マスで、こっち側はねちょっと見えづらいんですが、屋根の形を丸っこくするので、外側が6マスで真ん中の3マス分が高さ8マスにしています。で屋根はね前回取ってきたこのアカシアの木を木材にして入れていきたいと思います。縁取りはオークでやっていこう。よし、こんな感じで屋根も入って建物の形が完成したので、ここからいろいろ装飾を付け加えて可愛いお家にしていきたいと思います。
オッケー、こんな感じでこれから暮らしていく新しい拠点が完成しました。めっちゃ可愛くできたと思う。ちょっと自画自賛ですが、デモの土台をしっかりしたことで結構装飾もできたので、といっても難しいアイテムは特に使ってないから、序盤でも割と作れる感じの建物になったような気がします。で、ここから降りていくと、ここからね、ボートに乗って海の方にも出ていけるような感じでね、一応島にある拠点としては設定的にもね、いい感じになったんじゃないかと思います。いい、このごちゃごちゃっとした感じがね、めちゃくちゃ個人的には可愛いなと思って気に入りました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。とっても可愛いお家が完成しました。次回からはここのお家で暮らしながら島の開拓をどんどん進めていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またねー。